皆さんこんにちは。お疲れ様です。よろしくお願いいたします。本日もドラゴンクエスト10オンラインやっていこうと思います。前回ですね、初詣バトルということで思わず受けてしまったんですけど、この僕のレベル帯でもいけるのかどうなのか分かんないですけど、とりあえずはい、参加したいと思います。お、シフラシフラハラシフラエイヤ。おお、え、 PVP もしかして、モンスター倒すだけ。チームゆくくるゆくとしく、え、ちょっと待って、早くない？あ、そうか。これ強いですね。全然このレベルじゃ叶いませんね。しかもめちゃくちゃ多くない？ボコボコにされてる。いや、これはきつい。いや、普通に戻られた。普通に戻られたよ。どこへ戻されるんだろう。いや、これないわ。けど、装備はゲットできたんですよね。これだ。これ着飾り装備ってできませんでしたっけ。今着てるもんとは別にってやつ。ドラクエ10やり方わかんないんだよな。アクセじゃないよね。アクセでいけんの？あ、だよね。ただじゃあこんなもんとお見せしましょうか。草履。お家は持ってないのでしょうがないんですけど、草履買えます？あ、買える買える。あとは大丈夫です。おお、お正月お正月。新作家具、ま、家具は多分買えないんですよね、家持ってないからね。うわ、ちょっともうちょっと新春だからさ、もうちょっとレベル的に優しいやつの方がいいんじゃない？これ強すぎない？ボッコボコされちゃったんだけど。あとはここですね、黄色いマークがあるのは。その前に、はい、振り袖姿。あー、かわいいね。こんな感じです。草履草履。あ、ほんとだ、着物に似合う草履ですね。ほう、あ、下の方行けない。ちょっと話で、そうですね、こんな感じになりますね。おお、かわいいかわいい。いいっすね。僕もらえないとばっかり思ってました。ちょっと無料体験版ですのでね。では、あ、新刊さんはあれだよね、まだゴーレム倒さないといけないんだよね。で、記録係オットーさん、こんにちは。はい、あ、例のサンビタリアさん、この人なんすか。ここは各国連合モンスター討伐隊本部、
アストルティアの平和を守るために戦う討伐隊員の集う場所であります。私はそのモンスター討伐隊の記録係、各地から寄せられた討伐依頼を冒険者の皆様にお伝えするのが役割なのでございますが、あの忌まわしい事件は私が列車の中で眠い目をこすりながら依頼書の内容を確認している時に起きました。私が眠気覚ましに窓を開けた途端、凄まじい突風が吹き荒れ、なんと依頼書がみんな外に飛ばされてしまったのです。依頼書は世界中にばらまかれ、あろうことか討伐依頼を阻止せんとするモンスターたちの手元へと渡ってしまったのであります。こうなっては仕方ありません。冒険者の方、もし旅の途中にモンスターを倒し依頼書を手に入れたならお願いがあります。ぜひ依頼書に書かれているクエストを受けてほしいのです。見事達成してくだされば報酬をお渡しいたします。またクエストの内容にご興味がない場合は、受ける前の状態の依頼書であれば私が1枚100ゴールドで買い取りいたします。結構高いね。クエストは同時に8つまで受けられます。たくさん達成して討伐本部まで戻ってくれば一度に報酬が受け取れて便利でありますよ。お、そうだ、練習も兼ねて手元に残っていた依頼書を1枚差し上げましょう。ぜひチャレンジしてみてください。それでは冒険者ケチャップ殿、アストルティアの平和のためどうかご協力よろしくお願いいたしますぞ。もうしょうがないね。討伐隊の方、あとは道具屋さん、外に出るのかな。なんかイエローマークの人は結構いますね。ぐるっと回り込めばいいんですかね。スラエル、私の名はスラエル、ルイーダの酒場の女主人の使いとしてこの世界へとやってきた。おっとすまない、どうやら今の君にはこれ以上のことは話せないようだ。失礼な。追加パッケージ、イニシエの竜の伝承のレジストレーションコードが未登録の場合、5周年記念イベントに参加できません。はい、5周年記念イベントに参加したい場合は追加パッケージ、イニシエの竜の伝承のレジストレーションコードを登録してください。はーい、可愛い子が目の前に来たね。あれ、こっちから行けるんじゃないんだ。これジャンプできないしね。じゃあ黄色い人に話しかけに行きますか。スリーローシハルモス、はい、またサンビタリアさん。お、10に達成、小さなメダル10枚。おお、私は釣り浪士ハルモス、この世に生を受け今に至るまで行く年月、何でしたっけ、行く年月数数、分からへん。はい、お、釣り竿、あ、こういうことか。魚を釣り続けてきた。時に若者よ、釣り師には見えぬが澄んだ水面を思わせるいい目をしているな。名は、ケチャップというのか。なんかいろんな人が寄ってきたね。お前のようなものを待っていた。釣り道を始めるに値する器量を持つものをな。ちょうど手元に初心者用の釣り道具がある。私に弟子入りするならこれを与えてすぐに釣りを始められるようにしてやろう。釣りか、やったことないな。いいかも。ケチャップよ、我が弟子となって長く険しい釣り道を歩んでいく覚悟はあるか。お、受けてやろうじゃねえか。ではこれを受け取れ。ケチャップは丈夫な釣り竿と銀のルアーを受け取った。釣り竿とルア
どちらがかけても釣りはできない。なくしたり壊れたりした時は道具屋や旅人バザーで買うのだ。装備袋の釣り竿とルアーを装備すれば釣りを始める準備が整う。装備したらまた私に話しかけてくれ。なんか今の人立ち姿がさ半端じゃないね。これねかっこいいね。はい、じゃあ着物姿に釣り竿ってなんか変な感じですけど、装備で釣り竿装備つけるルアー、銀のルアー、はい、釣り竿とルアーを装備しました。水辺で丸ボタンを押すと釣りができます。はい、装備したよ。しっかり装備できたようだな。その状態で水辺へ行き丸ボタンを押せば釣りができるだろう。海や川や湖、アストルティアには釣りに適した場所が豊富にある。近場だとそこの港の桟橋からも釣れるぞ。どこでもいいから一度釣りをしてみろ。実際に魚を釣れなくても構わない。まずは経験してみることが重要なのだ。桟橋、着物着てさ釣り竿を持ってちょっと肩にちょっと背負って小粋な感じでどうしよう。桟橋、どこ桟橋って。ここダメ、ここからじゃ釣れない。釣り竿をしまいますか。あ、いやいや、あそこ出っ張ってるね。あそこ行こう。なんだよ福引きマン、強すぎるだろ。あ、そっか、桟橋ってそういうことか。あ、サンビタリアさん、こんにちは。いけそう。お、釣ってる釣ってる。あ、釣った。あ、プレ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 、釣れたよって。あポーズ決めてる。ドヤ顔ドヤ顔。じゃあ拙者も。てい、釣り方わかんない。どうやって釣るの。お、どうすればいいの。釣りバトルの遊び方の説明です。ルアーの食いつきがゼロになる前に竿を引いて魚を岸まで引き寄せましょう。ルアーの食いつき度がゼロになる前に、はい、竿を緩める、全力引きなどの釣り特技は一度の釣りバトルで使える回数が限られています。釣り特技を使うタイミングを見極め見事魚を釣り上げるのです。意味が分かんないけど、とりあえず竿を引く。はい、ケチャップは竿を引いた。10メートル引き寄せた。魚は必死に泳いでいる。 6.1 メートル離れた。うわ、離れた。もう一回じゃあ竿を引く。9.4 メートル引き寄せた。魚はジタバタ暴れている。食いつき度が4減った。どうすればいい。ジタバタ暴れている。
え、だって緩めたら遠くへ行っちゃうよね。ジタバタ暴れている。じゃあ緩めてみようか。あ、サロを緩めて食いつき度を回復させる。あるんだね、そういうのがね。緩める。食いつき度が4増えた。魚はぼーっとしている。全力で引いてみようか。うわ、減った。ケチャップは全力で引いた。20メートル引き寄せた。魚はジタバタ暴れている。食いつき度は4減った。うわ、やばいやばいやばい。竿を緩める。あと2回しか使えない。魚はジタバタ暴れている。しかし竿を緩めていたので食いつき度は減らなかった。あ、そういうことなんだ。でもあと 1.6 メートルで釣れるってこと。じゃあ竿を引く。釣れた。やったー嬉しそうめちゃくちゃ嬉しそう。アジを釣り上げた。サイズ 27.7 センチ、最大サイズ更新。え、このアジ顔が頭が取れてるけど大丈夫かな。あ、振り袖に隠れてるんだね。12ポイントの釣り経験値を獲得。釣りレベルが2に上がった。引き寄せる力が増えた。ケチャップはアジを魚袋に入れた。お、頑張ってる頑張ってる。1回つ、お、取り寄せ賞、チャガナ、怪しい、レゲエマン。で、サンビタリアさん、ん、よく来たな。お前さんが欲しがってるもの売ってやるよ。ほう、買いに来たんだな。どれが欲しいんだ。何これ、職業専用装備。ほ、全部灰色で、職人の装備、これも灰色。何これ、床、錠、何これ、わかんない。春と夏の装備。僕は全部灰色なんだけど、これは体験版だから買えないってこと。危ない水着だって。悪いがお前さん、そいつを手に入れたことがないだろう。売ることはできねえな。あ、そういうことか。手に入れたものであればここで買えますよってことか。ってことは今着てる着物はここに入ってるんだ。ほらね、入ってるんだな。なるほど、そういうことですね。お、学園女子の夏制服上、すげえ。釣り竿をしまいますか。いやいやいや、いいね。手に入れたことがないとダメなのか。で、じゃあサンビタリアさん、お世話になってます。あ、来てくれたんだね、嬉しいな。イエローダイアリーに私自身の名前も書いておいたんだ。気づいてくれたかな。私と君の間にもちゃんとつながりが生まれてたんだ。感謝の気持ちだ、受け取ってくれ。はい、小さなメダル。こんな感じで黄色の名前の住人を見つけたら話しかければいいんだよ。出会いの魔法の効力はケチャプーちゃんが私の選んだ黄色になった名前の人たちと話をするまでなんだ。もう君には私の名は黄色には見えてないだろうけど、たまには会いに来てくれ。私はいつでも大歓迎さ。はい、ありがとう。かわいいね。あとは、バシッコバンディさん。バシッコ、危険な匂いがプンプンしますね、このバシッコはい、
なんか棒を掲げてる人が来た。どうしたこの子は。めっちゃ棒を掲げてアルカさん嬉しそうに棒を持ってんね。松明かな。はい、はじめまして。この場所でバシルーラ屋を始めるバシッコバンリーだよ。よろしくね。はい、バシルーラ屋はね、あなたが登録できる場所ならルーラストーンに登録していなくてもその場所に飛ばしちゃえるんだよ。でも飛ばすのはどこへ飛んでも1日3回までなんだ。料金も50ゴールドもらうけどいいよね。バシルーラ屋はバンディの他にもいるからよかったら会いに行ってみてね。じゃあ改めてルーラストーンであなたが登録できる場所なら1日3回まで50ゴールドで飛ばしちゃうよ。今日はあと3回飛べるよ。どこに飛びたい？特に大丈夫です。はい、あれ飛ばないの？残念。またバンリーに会いに来てね。そういうことなんだね。飛ばされるんだねこの子ね。じゃあ釣り、あ、いたいたいた師匠。はい、ハルモス、きちんと釣りをしてきたようだな。これで釣りの基本は覚えられただろう。釣り師ケチャップの誕生というわけだ。これから私の元を訪れた際には釣りの仕事を紹介してやる。それと各町にいるお魚交換員にも話を通しておこう。彼女たちお魚交換員に魚を渡せば相応の数のお魚コインをもらえる。コインが貯まれば専用の景品と交換できるぞ。へえ、ケチャップは釣り老師から釣りの仕事を紹介してもらえるようになった。はい、お魚交換員で、魚や景品を交換できるようになった。へえ、クリア。釣り道は1日にしてならず毎日1匹ずつでもいい。うちの iPhone がですね暴走して今いろんなことを喋り始めて僕の今喋ってるセリフに何か引っかかったんでしょうかね。ラーメン屋を探してくれましたiPhone がラーメン屋はどうでしょうということで、関係ないですね。釣りを続けることがお前の糧になるだろう。そうすれば釣り師としての実力、すなわち釣りレベルが上昇し、釣り道具の扱い方も上手くなるはずだ。ただ今のままでは釣りレベル20で釣り師としての成長の限界が訪れるだろう。まずは釣りレベル19を目指してより大きくより強い魚を釣りまくり、どんどん腕を磨くのだ我が弟子よ。はーい。で、釣り交換員のピッチョさん、はい、こちらはお魚交換員です。本日はいかがなさいますか。魚を選んで渡す。あれ12枚も持ってんの。あ、違うか、僕が持ってんのは1匹で12枚で交換してくれるってこと。お魚コイン12枚で引き取りますが、あ、そういうことか、1匹で12枚くれるんだね。じゃあ交換。他にご用ございますか。景品をちょっと見せてください。全部魚の切り身、極上ソルト、あ、染色用の素材とかあるんですね。あ、仕草、もじもじ、へえ、いろいろあるようです。はい、ありがとうございます。へえ、あるんだね。あとは連ドアといえば
迷宮の鍵ってここじゃなかったでしたっけ。もうなんか新春の何でしたっけ、福引きマンには勝てないのは分かったので、この地は離れよっかな。あんな強いと思わなかったわ。もうちょっと新春だから優しくしてほしいわ。初心者でも勝てるようなね。北側にもしかしたらまた黄色い人がいるかもしれないので、北側行ってみましょう。いつまで竿を持ってんだか。まだ受けれないかな、それとも無料体験版だとダメかな。迷宮の鍵、お、黄色い人いた。あ、マジリックさん、剣、錆びた剣だっけ。覚えてる覚えてる。サンビタリアさんだね。マジリク、この町で暮らすようになって随分経つが、わしは昔旅、世界を旅する冒険者じゃった。見たところお前さんもそのようじゃな。よし、お前さんに使わなくなったわしのルーラストーンを譲ってやろう。え、ありがとうございます。と思ったが冒険者としての経験が足りんようじゃな。レベル20、あ、24か。以上になったらまた来なされ。ほほほ、今レベル23とかじゃないの、もしかして。レベルいくつ ?23。 うわー、もうちょいじゃん。ここら辺に、あ、可愛らしい、この人ほら可愛らしい。でも顔が大人っぽいんだけど動作が子供っぽいで、ちょっとあれだな。あれ、ここら辺じゃなかったっけ。ロンデさん、お、15人達成。5000ゴールド、おお。僕はロンデ、悪いファーラットじゃないロン。勇気ある冒険者を探してるんだロン。君はレベル20以上の冒険者だロン。君のような勇気ある冒険者に僕からお願いがあるんだロン。実は僕、このアストルティアとは違う世界に住んでいるんだロン。僕のふるさとはモコモコの楽園といって、とても楽しくてモコモコな世界だったロン。でもずっと昔、こっちの世界で魔王がやっつけられた時、その仲間たちが僕の世界に紛れ込んできて、楽園を入るたびに構造が変わる魔法の迷宮、あ、やっぱそうなんですね、に変え、その迷宮の主として住み着いてしまったんだろん。だから君のような勇気ある冒険者を探して、憎き迷宮の主をやっつけるようお願いしてるんだろん。やってくれるかろん。はい、やります。ロンロン、ありがとう。君のような勇気ある冒険者がいてくれてとっても嬉しいロン。魔法の鍵の仲間たちを受けました。はい、魔法の迷宮はこことは別の世界だから、いくつかの特別な決まりがあるロン。その決まりについて先に説明しておくロン。まず魔法の迷宮の中では必ず4人で行動するんだロン。もし君にサポート仲間以外の仲間がいるなら、パーティーリーダーが仲間を誘うことでパーティーの仲間と一緒に行くことができるロン。サポート仲間以外の仲間が、4人に足りないときは僕がちゃんと4人になるように仲間を見つけ出すから心配しなくて平気ロン。サポート仲間は迷宮、魔法の迷宮には連れて行けないけど、迷宮から戻ってくればちゃんと元通り行けるから、
あ、元通りいるから心配ないろん。あと魔法の迷宮はこっちの世界の人が入ると40分しか存在できないだろん。だからその40分の間に迷宮の主を倒すんだろん。もしも間に合わなければ強制的にこっちの世界に戻されるろん。一度迷宮に入ると迷宮の主を倒すか全滅するか40分が過ぎるまで絶対に戻ってこれないから覚悟するんだろん。決まりは大体そんなところだろん。それじゃあ僕がこの魔法の鍵でモコモコの楽園の鍵ん扉を開くろん。君は僕が見つけた運命の仲間と魔法の迷宮に行くことになるけどいいろん。いや今釣り竿を持ってっからダメだな。ちょっと待って。はい、どうしたいか決まったらまた来るろん。釣り竿を持って行ったら、あれ釣り竿を持ってるけど武器持ってんのか。あ、どっちみち振り袖じゃきついので、こっちで草履を靴でいいかな。はい、釣り竿はもう持ったままなんですね。説明は大丈夫です。迷宮行くことになるけどいいろん。行きます。あ、ちょっと待って全然気にしてなかった。またお時間がやってまいりましたので今日はここまでにしたいと思います。次回ですね、迷宮の方に行きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。実写チャンネル、ゲームチャンネル各種、そしてツイッターアカウントへのリンクは動画解説欄に記載されておりますので、気になる方はぜひ動画のご視聴、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。